俺は信じねえぞ。サンジのやつが俺たちを裏切るわけねえ。わかってる、落ち着け。ルフィ、話は聞いたぞ。サンジのやつが敵を手引きしたそうだな。うるせえ、そんなの嘘だ。どうだかな。てめえ、やめろベジータ。ルフィも落ち着け。ルフィがサンジを信じてえ気持ちは痛えほどわかる。ルフィ、あのバカもコズミックキューブに操られてるんじゃねえのか。ルフィ、だったらどうすんだ。ただじっと待ってんか。ちげえだろ。ああ、サンジを見つけてぶん殴って正気に戻す。そうだ、悩んでたって仕方ねえ。ああ、よっしゃ、サンジ待ってろよ。おい待て、ルフィ。サンジを探しに行くなら俺も連れて行け。手を貸してやる。しょうがねえ。おめえも行くか。いや、君か。何をしているのかって。実は長官に頼まれてアンジェラを探している。サンジと共に彼女も姿を消したんだ。以前ベジータが戦場で操られていた者たちは出撃前にサンジと会っていたと疑っていたが、僕が睨んでいたのはアンジェラの方だ。一連の騒動は彼女がこのベースキャンプにやってきてから始まった。これからそのことをみんなに知らせる。君は引き続きサンジの行方を追ってくれ。
誰かと思えば。どうやらお前もサンジを探しているようだな。これを見ろ。サンジらしき男を見たという情報があった場所だ。世界中から情報が来てんのか。どうやって本人を見つけりゃいいんだってばよ。落ち着け、ナルト。だってよ、今のこの状況が敵の狙いなのかもしれない。レプリカを使い大川を撹乱している。まずは正確な情報だ。そうだな、俺たちがしっかりしねえと。拙者の本気でござる。天未知の竜王。
演奏完了しました。おっと、誰かと思えばいつぞやのガキじゃねえか。俺だけは俺を倒していくんだな。Oh!
よはっ行くぞしました。おっと、誰かと思えばいつぞやのガキじゃねえか。俺だけは俺を倒していくんだな。
やるようになったな。楽しませてくれるじゃないか。だがあいにく俺も忙しくてだ。今日のところはこの辺でおさらばだ。あばよ。大丈夫ですか、マスター。長官からです。無事か。はい、マスターは無事です。たった今、黒ひげとの交戦を終えたところです。サンジさんらしき姿を目撃しましたが、逃げられてしまいました。そうか、わかった。ひとまずベースキャンプへ戻ってくる。了解しました。これよりアンブラスベースへ戻ります。マスター、早く戻りましょう。転送完了しました。マスター、レプリカです。やはり、サンジさんは。ちょうどいいところへ来てくれた。サンジの行方を追っているところをすまないが、悟空たちアルファチームが現在フリーザと交戦中だ。君にも救援へ向かってほしい。転送完了しました。おっ、いいとこに来てくれたな。フリーザ、覚悟しろ。さすがの私も三人相手は骨が折れますね。だったらこういうのはどうでしょう。何？あっちもこっちもフリーザだらけだ。レプリカか。ヴェノムズの指揮官であるカイロとお近づきになりましてね。驚かされましたよ、あの本の力には。本？カインの持つ黒い本のことか。察しがよろしいようで。あの人の持つ黒い本、オニキスブックとあなた方が懸命に集めたコズミックキューブのおかげで、忠実な手下を手に入れることができました。いざ、おめえカインに協力して
何企んでんだ。あの人が何をしようとしているかは知りません。私は彼の力を利用しているだけですからね。この星の生命体を根絶やしにするために。ソン、これ以上奴のざれ言に耳を貸すな。ああそうだな、行くぞ。さあ皆さん、相手をしてやりなさい。所詮偽物はこの程度ですか。本物のおめえにだって負けねえオーラたちが。偽物に負けるはずねえだろう。おざけ、行くぞフリーザー。諦めろフリーザー、今度こそおめえの負けだ。それはどうですかね。これからがお楽しみの始まりですよ。何のことだ。それはすぐに分かりますよ。待てフリーザー。せいぜい楽しみなさい。待つんだソン。フリーザの言葉が気にかかる。一旦ベースキャンプに戻り長官に報告だ。しょうがねえ、わかった。戻るぞ。どうなってるんだってばよ長官。世界各地で黒ひげとおぼしき者が暴れているとの報告が届いている。黒ひげのやつが。フリーザも言ってた、レプリカか。どうやらそのようだ。フリーザに続いて黒ひげもベノムズと手を組んだと考えている。偽物ならどうってことね。だが数が多すぎる。ここはみんなに手分けしてことに当たってもらう。よし、片っ端から倒してやるってばよ。頼んだぞみんな。ちょっといいか。君にぜひお願いしたいことがある。
いつもと違って静かでいいわ。騒がしいジェイフォースの連中もいなくて気分がいいね、サンジ。ああ、アンジェラちゃん、やはりこういうことだったか。あら、みんな出撃したはずじゃなかったの？ええ、みんな今頃レプリカと戦っている頃ですよ。僕を除いて。それでアンジェラ。アンジェラ？ああ、そうね、この子はそんな名だったわね。どういうことだ？姿は少し変えているけれど、この子は私のレプリカ。私の思うままに動く操り人形よ。つまり今の君はアンジェラではないということか。ええ、そうね、私の本当の名はガレナ。カインと一緒にいるの。自己紹介はこの辺でいいかしら。やることがあるの。みんなが出撃するのを見計らい、手薄なベースキャンプを叩く。ターンを任せばどうということはない。ええ、そうね。それでも結果はご覧の通り。私の思いの花火はまだまだ続くわよ。他のジェイフォースたちが異変に気づいた頃にはもう帰る場所はない。さあ、そろそろあなたにも消えてもらおうかしら。そういうわけにもいかないのさ。これは。待ってたぞ、サンジ。やるじゃない。シンプルながら悪くない仕掛けだったの。そうね、サンジ、前に出なさい。サンジ、サンジ、目覚まさせてやるぞ。楽しい時間もおしまいね。なんだこりゃ。サンジさん。アンジェラちゃん。
三次。ああ、もう大丈夫だ。なんで、お前のおかげだルフィ。それとありがとな。サジ、バカやめろ。いてんだよ。せいはかきやがって。おお、長官、サンジが正気に戻ったぞ。そのようだ。迷惑かけちまった。すまない。それでベースキャンプの方の被害は？アンジェラの所持していたオニクスブックらしき黒い本が爆発を起こし、研究施設がやられた。だがそれ以外の爆発はみんなが食い止めてくれた。サンジ、気にすんな。俺が一緒に謝ってやるからよ。すまね。どうしたんだ？ああ、ライトか。彼にはガレナの行方を追ってもらった。彼ならきっとやってくれる。なあ、サンジ。久しぶりにうまいもん作ってくれよ。ああ、とびっきり性能作っていいなら作ってやるよ。俺を操りやがったクソ野郎ども、お返しもしなくちゃ気が済まねえしな。やったー。ようやく戻ったか。ええ。それで守備はどうなんだ？ベースキャンプ機能の完全停止にまでは至っていないわ。ほう、お前にしては珍しいな。で、どうするつもりだ？彼女のことは少し待ってくれないか？お前は一般人が迷い込んだというわけではないようだな。ああ、僕は八神ライト。あなたに話があってやってきた。俺を倒しに来たわけではなさそうだな。いいだろう、話を聞こう。今回彼女の作戦は惜しくも失敗した。あなたのせいでね。しかしアンブラスベースに少なからずのダメージを与えた。それに加えて大量のコズミックキューブを入手し、そのおかげでレプリカの大量生産も叶った。そうだろう。それで収穫はゼロではなかったということか。お前の言っていることは正しい。だが矢が見ないと、なぜお前がガレナをかばう？簡単なことさ。彼女はベノムズにとって必要な戦力。ベノムズがこのままいてくれることは僕にとって都合がいいんだ。面白い。ガレナ、こいつに礼を言うことだな。ヤガミライト、ベノムズへ迎え入れる。感謝するよ。よく来てくれた。アンジェラ、いやガレナが持ち込んだオニキスブックらしき黒い本によって、研究施設が爆破された影響で一時的にベースキャンプのシステムがダウンした。現在全力で復旧作業を進めている。状況は厳しいが、みんなには引き続き尽力してほしい。ありがとう。早速だが新たな任務だ。フリーザ、黒ひげに続きジャンプ世界から現れる敵たちがレプリカを引いて世界中で暴れている。指揮系統の混乱、戦力の消耗も見られる現状だが、奴らに好き勝手させるわけにはいかない。君にもぜひ協力してもらいたい。期待しているぞ。
遊びすぎましたかね。おや、誰かと思えば今度こそ殺されに来たんですか。おやおや、本気で私を倒そうというんですか。いいでしょう。では面白いものを見せてあげましょう。なんとあなたが尊敬する方のレプリカも作れてしまうのですよ。オニキスブックとキューブの力には驚かされますね。元気分けてくれ。よし、できたぞ。